さて、現在エルニーニョ現象が発生していると見られると発表しています。さあこのエルニーニョ現象が発生しているといつもの天気とはちょっと違った傾向になりやすいんです。えー、では、今年の冬エルニーニョ現象が発生してどのような天気になるのか一緒に見ていきましょう。そもそもエルニーニョ現象とは エルニーニョ監視海域というものがあるんですが、この監視海域の水温が基準値よりも0.5度以上高い時にエルニーニョ現象と発表します。このエルニーニョ現象が発表されますと、日本のみならず世界中でいつもとは少し違った天気の傾向になるんです。例えば、9月から11月、秋のシーズン、エルニーニョ現象が発生していると、主にこういった赤いところが 高温傾向になりやすく、また青いところが低温傾向になりやすいとしています。では実際に今年の10月、気温の傾向はどうだったんでしょうかこちら見ていただくと、主に北米南部から南米中部を中心に気温が高くなりました。ブラジルの北部マナウイでは平均気温が3.2度も高かったんですね。このように極端な天気になりやすいというのも特徴の一つです。 さて、この先なんですが、先日気象庁では、エルニーヌ現象来年の春にかけて続く見込みと予想しています。えー、そして、こちらがエルニーヌ現象を発表するときのえ基準の となっている、基準値と比べての海面水温の変化をグラフで表したものです。こちらがこの先の予想です。こちら見ていただきますと、基準値よりも海面水温が2度以上高くなると気象庁を発表してるんですね。このように2度以上高くなるというのはとても珍しいんです。この 2度以上高くなったのは過去にどれぐらいあったんでしょうか振り返ってみました。こちら見ていただくと主に、えー、数える程度しかないのがわかりますえ。というわけで、この顕著なエルニーニ現象、とても珍しいので、どのような天気の影響を与えるのか気になりますよね。では、過去に、えー、近年で2014年か16年に発生したエルニーニ現象の時、どうだったのか振り返ります。 さあ、こちらは2015年12月11日の天気図ですえ。こちらは日本の南には前線を伴った低気圧がありますね。この低気圧、発達しながら東日本を通過したため暖かい空気が入り込みました。このため12月にもかかわらず東京都心部では最高気温24.1度と夏日に迫るような暑さとなりました。えかと思いきや、翌年1月18日です。 日本の南の海上には前線を伴った低気圧が発生しています。この低気圧が発達しながら通過したため、上空の寒気が入り込み、太平洋側の地域でも雪が降りました。東京都心部では6センチの積雪となったんですね。これを見る限り、暖かかったり、急に気温が低くなったり、また雪となったりと、極端な天気になりやすいというのがわかります。 さて、えー、先日気象庁が発表しました、この先の天気の傾向です。気温を見ていただきますと、沖縄や西日本から東日本を中心に平年よりも高い傾向と発表しています。そして、暖冬のこともありまして、日本海側の地域では、やはり積雪、降雪量が少なくなると予想しています。ただ、一方で気になるのが、西日本から東日本の太平洋側の地域では、 降水量が多くなると予想しています。え冬ですと大体太平洋側の地域では晴れる日が多いんですが、えー、今年の冬は降水量が多くなりそうと予想してるんですね。というわけで、普段雪の降らない地域でも急な雪に注意が必要ということがわかります。ということで改めて今年の冬、どのように乗り越えるかポイントチェックしていきます。 まずは、えー、気温や天気など急激に変わることがあります、えー。暖かかったのに急に冷え込んだりといったことですね。ですので、天気予報はこまめにチェックしていきましょう。そして、えー、こういった天気の時は、えー、日本海側の地域では土下雪が、えー、降ることがあるんですね。ですので、普段から除雪作業の頻度を増やしておきましょう。 そしてえ、普段あまり雪の降らない太平洋側の地域でも雪の降ることが考えられます。ですので、え車の運転とても注意が必要です。着脱式のチェーンを用意しておくととても安心です。また、えこういった急激に強まる雪といった時には、車を運転しないことが大事ですが、え出かけなくてはいけない場合には、車内には非常食や携帯用トイレを入れておくことも大事です。えこういったことを踏まえて今年の夏、 冬を乗り切りましょう。